510キロでマイナス6キロ、松若風馬54キロ、5番のピエラノヘビアン516キロマイナス4キロ、柴田美咲54キロ、6番アポロアベリア520キロマイナス2キロ、松山航平54キロ、7番シャーリーブック490キロプラス8キロ、ダウト大勢51キロ、8番雪のグローリー490キロ増減なし、和田隆二54キロ、9番フィロロッソ468キロプラス8キロ、岩田康成54キロ、10番デモフィラブルー430キロでマイナス6キロ、坂井隆成53キロ、11番サーバイズミリオン522キロ前回からプラス2キロ、浜中卓54キロの騎乗です。お知らせいたします。まもなく阪神競馬第2レースの発売を締め切ります。勝ち馬投票券はお早めにお買い求めください。というメンバー構成になりました。阪神2レース。ダートのコンディションは良、白く乾いたダートを踏みしめて、スタンドやや右手、各馬ゲートを埋めていきます。最後に11番サンライズミリオンが誘導されて収まりました。係員が離れて、スタートしました。まず外目から8番雪のグローリーが好ラッシュ。6番アポロアベリア内から接近、外から11番サンライズミリオン、3頭が先行集団を形成します。内から2番ロードグリュックを追い上げて4頭、2馬身相手10番ネモフィラブルー、内から1番レッドシャドウ、間に5番ピエラボヘミアン、中段1コーナーのカーブ、2馬身相手3番マスカテル、4番ペルミナージュ後方より、後ろ2頭9番ピロロスト、7番シャイニーフックという展開。1コーナーから2コーナー、6番アポロアベリアが逃げていきました。リードを体半分、8番雪のグローリーが2番手前にと向こう上面へ出ます。1馬身差、3番手外に11番のサンライズミリオン、内馬2番のロードグリュック、前から5投目1番レッドシャドウです。すぐ後ろから10番ネモフィラブルー、内から3番マスカテル、中段インコース残り 1000m、 1馬身半差後方寄りから5番ピエラボヘミアン、そして4番のペルミナージュ、内からは9番ピロロスト、後方も固まってわずかに最後方7番シャイニーフックです。3コーナーカーブ、 1000m の通過が1分3秒6と上がっています。3、4コーナー中間へ向かうところ、先頭6番アポロアベリア、リードが体半分少し詰まってきました。
残り6脚、外から合わせに行きます。8番、雪のグローリーと前2頭。3番手集団からはサンライズミリオン、内から2番のロードグリック。5番手外を追っつけながら10番ネモフィラブルーが追い上げていきます。その後ろからは1番のレッドシャドウ、そして3番マスカテル以下。4コーナーをカーブ、直線コースへ向かっていきます。6番アポロアメリア、外から接近してくる8番雪のフローリー、前2頭、2馬身ほど後ろ、外へ持ち出して2番のロードグリップ、4番手に11番サンライズミリオン、乗り足どうか。残り200を切っています。前は粘ろうとする6番のアポロアメリア、外から2番のロードグリップが追い上げてくる。間8番雪のフローリー、今3番手、6番のアポロアメリアが粘る、追い詰める。2番のロードグリップ、アポロアメリア、ゴールイン。アポロアメリア残しました。迫った2番のロードグリックが2着、やや間が空いて8番雪のフローリーは3着です。6番、2番、8番の順でゴールしています。積極的に運んだ6番アポロアメリア、迫られましたが抜かせませんでした。勝ちタイム1分55秒3、上がりタイムゴールまでの 800m は51秒7、600m は38秒6です。2着が2番のロードグリック、3着は8番雪のグローリー、4着3番マスカテル、5着9番ピロロストと上がっています。勝ち馬の確定、その後払い戻しの発表がありますので、お手持ちの勝ち馬投票券はお捨てにならないようご注意ください。バイバイの。